お疲れ様です。今日はですね、こちらのね、ゴブスパンやっていこうと思います。ってことで、なんかめっちゃいいデッキを見つけて、これなんですけども、やっていきたいんですけども、ちょっとその前にですね、はい、クラロアアップデが来てですね、なんかこの、可愛くなりましたね。なんかバトルバナーっていうのがね、そう、追加されて、まあ、対戦開始時でね、こう自分も相手もこう、チロリンってこう表示されるよっていうので、ね、いろいろこう色とか、なんかこうデコレーションがね、こうなんかできるみたいでさ、いろいろ。なんかいろんな種類があってね、そう、バッジも自分だけのを組めるらしいので、まあ僕はね、これマルチの5位と、7位か。マルチの7位と、グロタイの5位と、クリエイターのバッジがあるので、はい、これつけてね、やっていこうと思うんですけども、皆さんもぜひね、はい、やってみてください。で、なんかこの宝箱かな。なんか宝箱、あるのでこのポイントバナーポイントみたいなの使って、引けるとで引いたらこのねいっぱいゲットできるらしいので僕は全然持ってないんですけどもなんかせっかくならなんかつけたいそう今はこのなんか初期のやつをつけてるんですけど何がいいだろうな好きなやつまあ吹き矢とかメガナイトは可愛いですよねあと僕紫が好きなんですよそうなのでこの紫色のやつを当てたいなということではい。さあ、違いました。ハズレです。ハズレっていう言い方は良くないね。僕の好みではなかった。で、これ、どんどんね。いや、美味しいよ。エメラルド上がっていくらしいんで、最初にエメラルドじゃなくて、できるだけポイントはね、後半になんか使った方がいいよみたいなのをツイッターで、ね、見かけました。いや、メガネと手に入れたら熱っ。メガネって好きなんですよね。でも、紫色のちょっと欲しいんで、ちょっとだけ粘ります。ちょちょ。違う。これ、どんだけ上がるんだろうな、エメラルド。おいや、違う、惜しい紫なんですけども、僕のお目当てとはね、ちょっと違いますさ。いや、これ、エメラルドやばいな。そんなない。さあ、ゴルナイ。ゴルナイも可愛いね。これな、いいな、このシステム。なんか、もっと増えそうっすよね、いずれ。さあ、ネクロ。当たんねえな、思ったより。いや、ミニペッカー、パンケーキちゃん。さあ、エメラルドがそろそろ。そろそろやばい。で、今18分の6持ってんのか。多分これ被らないから、あと8回引けば、絶対全部揃うっていうやつですね。お金の暴力。いってらっしゃい。はい、ペッカいらない。いらないもよくねえな。プリンセスとかね、出たら熱いんですけどね。そう、でも今回ね、こういう調整が入って、一つね、気づいたことがあって、この対戦開始時に、このバトルバナーの画面だったりとか、あとね、なんかバッジそう、3つつけてるのが見れ、お互い出るんですけども、やっぱみんなね、こう、自分の好きなバッジとかつけるから、好きなバッジっていうのは、まあ、好きなデッキが現れてるんですよね。そう、だから、なんかラバとバルーンとか入ってると、相手のデッキラバルやん、みたいな。そう、で、キョスケのね、このバナーとかにしてると、いや、一番最後やん、俺が欲しかったやつ、これ。そう。大当たり。もう相手のデッキがそう分かるっていうのを気づきました。さあ、フレームね、紫にして、あ、メガナイトもいるんだ。メガナイトもいるこのフレームができるんだね。あ、熱っ？めっちゃいいやん。さあ、ということで僕のね、バトルバナーが完成しました。これでね、やっていきましょう。さあ、ということで、こんな感じで出ます。相手は何もついてないね。YouTuber なのに何もついてない。それはいいのか、本当に。YouTuber としてどうなんだ？分からせます。で、今回のこのデッキはね、なんかもうすんごいんですけど、スパーキーにね、ユーノだったり、まあユーノか、入ってるっていうので、ちょっと特殊なスパーキーデッキを見つけました。まあ、僕ユーノ好きなんでね、もうちょっとそこに惹かれてやっていくんですけど、これめっちゃ強いの。なんかね、なんて言うんだろうな、全体的に、意外とね、コストが軽い方なので、こういうのも全許容して、形組んで、ユーノ追加とか、ゴルナイ追加とかするだけで、意外と相手がきつかったりするんですよ。よいしょーん。終わったんじゃね？あ、始末だ。はい。あ、皆さん、そして、気づきましたか？今日の動画はね、いつもと何かが違います。何かが違うんですけども、それ一体何なのかっていうことよね。さあ、もう違うよ、いつもと。すでにいつもと違う。今もこれ違うよ。さあ、ということで、なんとね、ゲーム音が出てます。はい。クラロアね、クラロア YouTuber みんな大喜びなんですけども、なんかクラロアのゲーム音めっちゃでかいんですよ。そうだから、なんか携帯でこれね、撮影できるんですけど、
携帯で撮影してクラロワも自分の声も入れると、まあ、どっちかしか調整できないわけですよ。こう別にね PC つなげてなんかこう音は別で音は音で画面は画面でって保存しないと、そうクラロワ音がでかすぎてクラロワ音なしの動画しかね今まで上げれなかったんですけども、こういうのも全部無視でいいんですよね。なんかあーだめっちゃいいインドラだそれは。なのでもう攻めますよいしょ。そうだからクラロワ音が基本なしの動画だったと思うんですけども、あります。はい、今日からクラロワ音ありのね、はい、動画上げれるっていうことで、ちょっとマジで違和感しかないんですけども、さ両サイ攻めがねすごい助けてーと思いながら、なんかメガナイドカツのさなんて言うんだろうねこれ、ちょっと違うインドラ型みたいな。よいしょ。さあこれもうザブパーン打って、いやダメポーン打って、最近ちょっとねプレイがねチンパン化してるんですけども、全然守らんやん。あのちょっとエレージャイとかが環境でね、そうスパーキーもちょっと強くて環境に染まるとプレイがねすごいことになっちゃうんですよね。そうちょっとそれの残りでね、他のデッキの残りがでチンパン化してます。さあ相手のバッジが今見えましたけども、順位のバッジはねはいついてませんでしたね。順位ね多分1位とか2位とかを取ってたらさすがに順位バッジやっぱねつけたいと思うんで、まあ、ついてないってことはと相手のね推測ができるわけですよ。なんか予測がねデッキであったりだとか、まあなんだろうな実力どんぐらいの強さなんだろうっていうのを、そうあ800位のバッジついてんな、なるほどねみたいな、1位のバッジでこいつはやばい、こいつはバケモンやっていうのが分かるわけなんで、この試合開始時にねわあこいつ強いのかと思いながらやんないといけないわけですよ。そうそれちょっと分かるな。でもね逆にこう気合い入れれるんでね、だらけてたらね1位が来た瞬間やべってなる、気引き締まるっす。あれやらんの言っちゃうけどな、言っちゃういらんな、ゴブジャイの能力知らんやん俺背中の槍が優秀だったわ。さあ今回キョロイかな、ザッピーもいてキョロイっぽいっすね。さあこのユーノとゴルナイのねどっちかしか受けれないでしょみたいな、陸受けね墓石をゴルナイに使った、じゃあユーノはあなたどうやって受けるのっていうこの陸受け枯渇、それがええんすよ。さあいやなめ、いや山上だからちょっと違うのかな、マジで間のデッキはわからん、ママンいとしょい、ファイボー、そういえばファイボーあったな。まあこれゴブジャイ組んで、まあキョスケが組んのか、キョスケででも止まんねえよなっていうゴブジャイ、まあ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 そんななんかなんかでいいんですよ、なんか気合でねなんとかなるんですよ。さあ行ってらっしゃい、意外と強いのがね、あとこれ絶対同サイでもよかったんだけど、あえて逆サイ行くとね、おいいんだよとか思ったけど全然そんなことなかった逆サイ行ったけど全然刺さってなかった相手に、よいしょんーよきー、いやいいよ。さあこれは一体何のデッキなんでしょうかね、お互いトロイの矢なめ、あースケラか、スケラはなんか出てたな、そういえば冷静に、おおお前グンネス、オシャンティファイブだ天才か、ゴールデンナイツやな雨で全破壊です。あこれはでももうあの芝ファイブも気をつけてください、はい、まあなんかね納得いかん勝ち方ですけど、まあ勝ったんでいいやろっていう話ですよ。はい、本当はねなんかゴブスパーで組みつつ、まあ、コウモリ追加とかまだゴルナイ追加からのさらにユーノ追加とかすることによって、まあ、スパーキーの処理ゴルナイの処理ユーノの処理で、まあ、陸受け枯渇みたいなのがね完成するわけなんですよ。そうまあそれがねこのデッキの強みかなと。なので陸をどん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 、まあ、両サイ攻めもできますし片サイぶっぽんできます。さあここ注目、吹き矢だ、吹き矢キョスケだ、はい、ってことは枯渇デッキが来るのかなとか、まあ京介関係のねなんか来るのかなっていう、もう予想ができちゃうわけなんですよね。あなたのデッキバレバレですこれ、気をつけないと
バレますよこれ。本当に結構大事だと思うんですけどね、その相手のデッキの推測。だってこれ端前吹き矢とかもしかしたらなって分かってるだけでさ、吹き矢の5600のダメージ防げるわけですよ。そんな都合いいことがねあるかって話なんですけども、結構大事ですからね、クラロは相手のデッキ知ってるか知ってないかで立ち回りね変わると思います。さあこれはねスパーキー合わせたいんですけど、ネクストだったので逆サイに一旦捨ててからのスパちゃん。これトルネでキング起動されそうだな。ああ違う、うわー同じだな。キョスケスキラか、キョスケ枯渇みたいな。そう同じようなデッキが来ましたが、今回の相手はキョスケ枯渇。おっピロロン、いやダメからのスケルトン部隊がピロロンザッポーン。あエムワル、これ今ね残ってたはずかったのに。いやでも強い。さらにこれここのもう U のねあのプリンをね処理、あー今残ったら作ったい。さあ強いですまあ形組んでるだけですけど、そこに対してはこのヤナアメザップがまたいいのよね。なんかヤナアメザップゴルナイマザレンクっていう結構小物に強い感がまたいいですね。よいしょ、うん、めっちゃダメージいきそう。でまあ5じゃないのでその分なんかね大型が嫌な気もするんですけども、言うてマザネクとかヤナアメとかでねなんとでもなっちゃう。さあこれハンターがね来ます、ここにハンターが来ます。スパーキーと一緒に、スパーキーと一緒に処理したい。ハンターは来ません。オープン、うん、これ避けろ、避けたようなもんですね。さあ矢の飴を使うとガコムレどうすんのってなるんですよね。うん、まあ冷静に、まあやばい、これやばい。あこれは一旦諦めのですね、一旦ね。でもしかして金掘れるの嫌です。はい耐えます。でファイボだったな、ファイボだったな。これちょっとスパーキーじゃなくてユニットから一回、うん、怖いね。これ U に走らしてね、ピピピ。さあ一旦落ち着いてケツスパー、めっちゃ枯渇デッキですね本当にあのバトルバナーにあったカード両方入ってんかんねって、やっぱそういうことっすよね。これ当たんないとかないよ。 OK、ファイボが来るから。まあ穴埋めっとくか、使っちゃうとねスケルトン部隊で抑えられたりとかするんでね、ワンチャン。さあダメージはまあまあまあ、まあ無理しないことがいいですねこれも、まあ、ゴルナイでも何でも処理できるが、よしこのゴルナ意外といいかな、ここ行っちゃおうぜ。でヤナメザップ構えるだけやで俺は。ヤナメ打ってゴルナイダッシュしてザップ打ってズコーン、小物メタやんちゅう話ですよ。ほんとにマザネクゴルナイヤザップですからね、小物に対して非常に強い。さあいいね。さあ続いてあなたも吹き矢、吹き矢となるとコカッちゃんですっていう話よね。でも吹き矢人気そうだな。いやマジであれプリンセスとか全カード出せるわけですからね。プリンちゃんかユーノとかの欲しいな、あったら即買いします。運営さんお願いします。エレジャイかこれは、うーんエレジャイっぽいが、あー全然違うドリル。やばいやばい、デリバリーでしょ。いや待ってこれ相手のデッキあまりないようなデッキですね。気ぃつけてゴルナイのデリバリーでしょ。いやマジで見ないデッキっすね。
よいしょ。柳雨が強い。いや痛すぎー。これデリもあるんでしょ、うん、スパーキーで出した瞬間に逆サイ本気くると天才っすね。さあここ突破できるかな、わかんない。ゴブスパ組んで、まあ、デリが今ちょうどないんで、まあまあ、ユーノ追加、ゴルナイ追加が結構大事になってくるんじゃないですか。エレスピやばいな。対策オブ対策みたいな。お？だがしかし。撃て。撃たないか。これさ、見て、陸、なんかいる？エレスピー。いやダメージめっちゃ追い上げた。でもやばい、頑張れ。よし、いやこれケツスパさては最強か。でドリルオールエガ来てもヤナム打てばいいだけ。ヤナムですら打たない、男の許容。さあユーノ追加してゴルナイも追加していこう。いやこの言うのがね意外といいんだ。足でもお前かい、やっぱ結局ね、結局お前だよ。ゴルナイ強ーい、強すぎーマジで。さあでヤナメだけをしっかり構えていこう。よいしょ、フィジカルで耐えて。いやさすがに勝ったな。いやこのねマジゴルナイ言うのっていう突進下か突進2枚がね強いっすね。なんか基本的にやっぱどっちかしか入んないんですよ、普通のデッキはね。そうゴーストユーノとか、まあ、ゴーストゴルナイとかなんですけど、ゴルナイユーノなので、まあ、ダブル突進がさ止められませんよっちゅう話ですよ。さあずきごはんさんだ、来た。三子、三子じゃない、日本の三子プレイヤーですよ、トッププレイヤー。よろしく。バナーが何もつけてなかったな。これあれか、相手を油断させて、あはこの人バナー何もついてないじゃんっていう、つけるのなかったのかなっていう、こう油断させといてからのエリポン三重心無双ゲーをするってこと、考えすぎ俺のひねくれ頭だとねそういう考えになっちゃうんだけど、考えすぎか。わーなんか嫌な嫌なの引いたっすね。端前選ば来たらじいじいよかったな。いやー新鋭兵隊ロイグ来たな。全然三重士じゃねえんだけど、違う人か、同姓同名か。やばい、いろいろと事故ってる。え、マッスルハッスルやばいな、あいつマッスルハッスルガチで強い。しかもヤナアメ、うわ痛すぎこのダメージ。おとなしくケツスパしとけばよかったかな。入りすぎじゃない？うん。さあで、ヤナメタルババが立つね。ってことは、マザネクはまあ、一応生きる。一応生きるのは生きると。さよなら。いてぇ。いやー、ホバも使ってくんなきゃ、ちょっと嫌だな。ケツスパしても。まあでもこれ、形組んで、ぶっぱすれば全然あるよね。っていう話ですよね、このデッキは。もう無視して逆攻めたいもんね。よし、よしよしよし、いやいいよ、オーバーに行くのはいいね。タワー天才だね。よいしょ、でファイボじゃないのでやたるなんだね。全然全然だな、やばい、やたるなんでね、このスパーキーで耐えるよ。よいしょ、これこっちあるかな、一旦組んで。
ゴールデンナイツ。いや、ゴールナイが強い強い。ワンチャン？ゴールデンナイト伝説。お？お？お？死にて飛ん、ロイが飛んできたら終わるんだけど、一生耐えてる、なんか知らんけど。耐えてるぞー。耐えてるぞー。ブー！よし。あ、これ逆がやばい。冷静に気づいた。ワンチャンの。いや、支援隊強っ。全然突破できねえじゃん。これ。いやー、さすがに、さすがに無理だったか。なんかでも後半めっちゃいいペースでしたけどね。はーい、まあ新エテロイが鉄壁とね、そう、タクマとライリー、誰っすね。ライリー海外の枯渇プレイヤーなんで、枯渇ちゃんっすね。でロケを持ってると思います、枯渇は。なのでスパーキーを出さないか、まあ、出しても高めっすね。ケツから出しても何も意味がないので。そう、縦線強いが、これもまた頑張りたいですね。ゴルナイ言うのにね、そう、気合で頑張ってもらおう。ケツゴブじゃい。うん、さあプリンちゃん来る。あれを言うのか、ゴルナイでやれるといいな。まあどうせここには施設が来んのか。うん、まあどうだろうな。さあ、まあ、一旦今はマザネクでいいダメージが入ってる、ラッキー。まあ基本的にやっぱ大ダメージ取んないからね。なんだろうね、ゴルナイのチマチマだったりユーノの突進とか、まあなんかほんとちまちま稼いでいきますか。スパーキーがね、出しても意味ないんでね。ワンチャンこの辺なら出してもいいけど。でもなんか変にね、アド取られるのも嫌ですから。まあこれは別にトントンなんでね。うん。さあ背中で。頼むぜ。でまあインフェ縦線があるサイクルね。うん、鉄壁ですね。まあマザネクで世界を変えれるといいなーって思いながら、どうだろう。さあマザネク出して、あとゴルナイも世界変えれるカードの1枚ですね。知ってもらってプリンには矢波打ちたいが、うん、タワーに行かねえかな。行かねえか。そちまちまね。いいよ。やりゴブリンが頑張ってる。めっちゃなんか地味な試合してんな。こういうもんですから。よいしょ。さあ、からの、なんかカード回しすごい来そうだな。よいしょ。守ってくんです。
矢を放ち、マーガ頑張れ。頑張れ。うん、頑張ってる。マザネク？ワンチャン？の背中が頑張ったな。いや負けたと思ったな。なんかね、レイジとかがないからちょっと火力がね物足りない気もしたけど、イチャクラチミチミで勝ちましたね。さあしっかりバッチ張ってね。いやバナールだけでなんか可愛いね。クララに可愛い要素がね。そうザッピー、ザッピーもちょっと多いね。キョロイかな、キョロイか支援隊ロイフグか、どっちですか。キョロイでした。まあなんかスケナの可能性も一応あるっすね。コウモリ出しとこうかな。そうで、キョスクのバカに当たるけど、まあ当たるけどみたいな。これどうせもう一枚出てくるんで、このマザネクはファイボでいかれます。やばい。お、そのなんか甘えてる？マザネクいるよ、ここに。見えてないのか。まあファイボを持ってるからいいやろっていう甘えたのかもしんないけど、どうなんだろう。おお、あのタップ一応ヤザで仕留めれるんだよね。はみ出すぎやな。危ない。なんかちょっと近畿道しそうやん。ああ。強っ。別にマザネク、結構前に出してたんだけど。俺がね、スケラ打たれて、不意にこう出したとかならわかるんですけど。出してるとこに打ってきて、守れなくなって、終わりです。はい。さあということで、こんな簡単にね12勝できるねスパーキーデッキですね。 OK。 さあということで、今日ちょっとゲームをありでねやってて、一応ねゲームめっちゃ小さめで、ね、入れてるんですよ。そう、これめっちゃ小さめで入れてるんですけど、まあ、ゲームをもうちょっと大きい方がいいとか、なんか小さい方がいいとかいろいろあればちょっと意見ねくれると助かります。ゲームない方がいいとかね。そうこんですね、もうめっちゃちょっとだけ入れてます。これでも意外と結構落としたと思うので、はい、コメントよろしくお願いいたします。ということで、よければチャンネル高評価もお願いします。ではお疲れ様でした。またね。